はい、どうも、ケです。今回ですけども、ルーマニア行きの飛行機に乗ったら、飛行機の中が顔すぎたっていう話について話していきたいと思います。いやー、本当にね、いろんなことが起きましたよ。えまず 1個目なんですけど、荷物預け時問題。まあ、LCC 乗る方わかると思うんですけど、預け荷物がある場合、事前にウェブで予約しておかないと、当日空港でお金を払わされますっていうのが一般としてあるんですよ。で、それにも関わらず、一人の青年が飛行機乗る寸前、自分の前だったんですけど、その制度を知らず、もしくは自分のサイズいけるっしちょって勝手に思い込み、飛行機に乗ろうとしました。でも、係の女性の方が、いや、そのサイズはサイズオーバーだから、30ポンド払ってくださいと。 20本だったかなまあ2、2 30ポンド払ってくださいと言って。で、こっちの青年は、いやいや、そんなの知らんし、なんで、お前が決めるんだと、いう風うに言って、まあ、口論になりました。で、最終的に、男性は払ったんですが、その口論がね、もうすごくて、5分から10分ぐらいやり合ってたんじゃないかなっていうぐらいの口論でした。内容としては、まず、それは知らなかったから、僕は絶対に払わないって言って、で、今度、女性の、 係りの方は、まあ、そんなん慣れてるだろうから、これは会社の規則であって、ウェブで申し込むときに、必ずその画面があったから、払ってくださいと。まあ、実際にあるんだよ。何回も確認するようなやつが。で、まあ、一向にこう、引かないみたいな。で、まあ、わーってやって。で、今度、その、男性側が、いや、もうふざけんなと。お前、名前教えろ、みたいな。まあ、よくあるじゃん、日本でも名前教えなさい、みたいな。<laughs> そんな感じで、係りの人に言うんだけど、係りの女性の方は、ファーストネームはこれです、みたいな。でも、ラストネームは教えません。って言って。 で、なんでだちゃんとフルネーム教えろってお客さんがおいって。で、女性の係の人は、プライバシーに関わる問題だし、会社の方針で、ファーストネームだけ出てます。なんかもう、すごいよね。なんか日本だったらさ、フルネーム確実に教えないといけないだろうし、その口論も、多分日本だったら、なんか女性の人が謝らせられるよね、日本だったら。でも、完全にそのヨーロッパのスタイルで、こっちも強いし、こっちも強いし、みたいな。 なんだろう平等な立場。むしろ、係の人の方がちょっと立場が強いぐらいなテンションで、いい愛をしてて、なんかもうすごいなと。しかも、その、名前フルネームで教えたら SN、SNS で探すだろうって,って。そういったことも口論してて、いや、めちゃくちゃすごいなと思いました。で、もちろん、口論と言いつつも、女性の係の人はもうこなれてるから、適当に他の作業をこうやってやりながら、もう口だけで軽く返してる感じ。すごいよね。まずこれが1個目。 続いて二つ目ね。二つ目。飛行機に乗るじゃん。乗るときに前からしか入れないから、通路でこう荷物を上にやってる人たちはまあいるんだけど、それ以外の人たちは、もう極力こう、後ろの人が通れるようにするじゃん。通路を止めないでくださいみたいなアナウンスだって。っていうのが一般的なルールというか、流れであるんですけど、その、なんだろう、通路に荷物を入れてる人はまだしも仕方ないんだけど、そうじゃない人。もう完全に荷物も入れ終わって、 ただ単に立ってる人がいたんだよね。で、立ってる人は何してたかというと、乗客の仲間と喋ってるんだよね。で、まあ、喋ってるのもまあ100歩譲っていいとして、まあ喋りたいんだろうなって思ったんだけど、CA さんがめっちゃ注意するのね。マイクでも全体に注意するし、もう直接人にも言い,言いに行くんだけど、その人たちはおっさんだったかな、おっさんが全く言うこと聞かないよね。全く言うこと聞かない。で、結構詰まって、 出るわけよやっぱり帝国に出発したいとかまああるじゃん飛行機早く乗っていくぞみたいなその雰囲気の中全く話を聞かずにべちゃべちゃ喋ってたのがヤバかったです <noise> で続いて3つ目今度はええー、まあ大体9割ぐらいの人たちがやっとこう座ってさあそろそろ行くぞってなった時に最後の方に乗ってきた女性のおばさんの方が荷物を上に入れようとしたんだけど まあ、スペースがなくて、まあ。よくあるじゃん、ギリギリ最後の方に入ると、スペースが自分の頭の上になくて、違うところに入れないといけないみたいな。で、そんなような状況だったんだけど、それに対して、年齢のちょっと高めのお客さんが、めちゃくちゃ怒って、もう、なんでみたいな。自分のスペースの、自分の座席の上なのに、なんで荷物入れるとこねえんだよみたいなことを、そこまで怒るってぐらいのヒートアップさで怒ってしまい、 で、今度、CA さんが5席か10席ぐらい離れたところにスペースあるから、そこに入れてくださいって案内をしたら、おばちゃんがその持ってたカバンを床に置いてたんだけど、蹴って、足で。足でバーンって蹴って。そんな向こうまで行くのも大変だから、あんたは入れなさいよ、みたいになって。で、CA さんが、はみたいになって。若い人ね、若い CA さん、はみたいになって。飛行機の空気も結構やばいよね、その,その状況で。みんな座ってるから。そしたら、今度 CA さんが、いや、それはできませんと。 自分で指定の場所に持ってってあげてください。まあ、本当は多分、自分も経験あって、違うところに入れてくれるとか、勝手にやってくれる場合があるんだよね、その、頼まなくても。こ,こ入んないから、あ、すません、こっちで、つって。あ、じゃあ入れてきますよ。はい、つって。はい。っていうことあると思うんだけど、もうそのおばあちゃんが、まあ渡し方だよね。渡し方が、もうぶち切れた後、自分のバッグ蹴ってるから、もうそれを見たしげさん、もう、イラッてたまして、まあ、私はやらないから、つって。<laughs> もうカオスじゃないもちろん、その、重くて上がんなかったら、その最後のこの部分はやるけど、1列目とかにいたら、10列目ぐらいの列までの移動はやりませんよ、みたいな状況になって。マジでやばかったで,で、結局、その件は、他の支援さんが、ま、仕方なしに荷物運んで、ふっ入れてあげてました。で、まだまだありますよ。今度、4つ目。機内に乗った時に、まあ、最近では割と緩い、 状態ではありますけど、機内モードにしないといけないじゃん、スマートフォンを。で、スマートフォンを機内モードにするんだけど、めっちゃギリギリまで通話してんだよね。めっちゃ、そのもう飛行機、この、行く、行くぜぐらいなところまで通話してる人がいて、で、それも CA さんに注意されてたのにもかかわらず、全く言うこと聞かずに、おっさんが電話を続けてた。 すごくないで、その、電話もさ、なんかすごいイマージェンシー系な感じではなく、まあ言語わかんないからわかんないけれども、本当はすごい大事な電話だったかもしれないけど、なんかこう、ワッハッハハみたいな、本当に今から出発するってワッハッハみたいな、ノリの雰囲気の電話なんだよね。これもさ、その、一応、電波通信だとかさ、いくらイマージェンシーの電話だったとしても、ルールじゃん。ルールで、まあこの、この瞬間切りましょうとか、着ないものにしときましょうっていうのがあるわけだから、それは守らないとダメだよね。 で、続いて6個目かな。今度、まあ、飛行機、無事飛び立ちましたと。いろいろあったけど、無事飛び立ちました。で、機内販売のカートをこうやって、行くじゃん。で、そのカートが、多分、自分の座ってた、斜め後ろぐらいの人の、この、肩に、ちょい、くっ、ってかすめたんだよね。で、その時に、CA さんが、謝らなくて、で、その乗ってた、自分の斜め後ろぐらいの人が、What the みたいな感じで、なんで今ぶつかったのや謝んねえんだよ、みたいな、もうサッカーのファール受けた時のリアクションバリーのリアクションをしてました。<laughs> で、まあ確かに、すごい勢いでぶつかったのか、まあ、もしくは、いちゃもんをつけたのか、あんまり見えてなかったらわかんないけど、けどまあ普通じゃなかったっていう、そんな事件も起きました。 で、続いて7個目かな ?7 個目ぐらいになるんですが、席どんどん問題。飛行機乗る方は、まあ飛行機じゃなくてもあるんだけど、後ろの人がガチャガチャやっちゃう問題ね。あるじゃんテーブルが座席の後ろについててパタって出すとご飯とか食べれますよみたいなテーブルあるじゃん。それをガチャガチャやられて気に食わなかったのか、自分の前の人たちが30分ぐらい喧嘩してたね。それで。自分たちは同じ 料金払ったんだから文句言わねえぜーみたいな話を30分ぐらいやって、で小競り合いだし、どっちも夫婦だったんだけど、どっちも引かないんだよね。全く引かない。まあ飛行機の中だし、どっちかはまあごめんなさいとか、あ、悪かったねみたいな感じで終わるじゃん。なんかちょっと、ちょっと起き、起きかけても。でも周りの空気も全く気にせず、もう全力で、全力でもう、 戦ってたんだよね。なんで同じ金が払ってんのに、お前に後ろから言われないといけないんだ、とか、前からわーってやらないといけないんだ、みたいな。とか、いい感じに収まりかけると、またどっちかが、わっざっ、みたいなことをボソって言ってよ、おい、お前今何言ったみたいな感じで、ずっと30分ぐらい戦ってた。結構席近かったから、ちょっとね、入っていこうかなって思ったんだけど、いやでもこれは多分、 向こうは、まあ、夫婦夫婦で4人じゃんで、一人なんか入っても、あれだなって思って、そのまま、まあ、見過ごしてはしまったんですが、っていう事件も起きてました。で、最後かな。えー、これは飛行機、出発するときと離陸するときの両方で起きたんですけど、シートベルトサイン、出るじゃないですか。シートベルトサイン。シートベルトしてくださいよっていうサイン。そのサインが出てるにもかかわらず、立つ。 サインが出てるにも関わらず外して立って、なんか友達と喋りに行くおっさんがいた。で、しかもそれが一人じゃない。三人ぐらい同時に立ってたね。やばくないで、まあ、注意されて戻ればいいにも関わらず、注意されても全く話聞かないんだよね、これまた。全く話を聞かず。で、そのシートベルスサインついてる最中は CA さんもこう近くに行けないから、アナウンスでずっと注意してるんだけど、全く聞かなくて、あれもやばかったなって感じ。だと、その今、 出発するときと着陸するときのタイミングって言ったんだけど、途中でもそのシートベルサインがあって、で、その時も途中立ち上がって、まあ荷物ワーワーやったり、いやトイレに行くんだみたいなことをやって、なんかすごいね、ドタバタしてた。いやー、ね、落ち着こうぜって思ったね。もう本当に、本当にやばいトイレだったのかもしれないけど、まぁ、あ、そういう感じじゃなかったんだよね、どう見ても。し、た、 で、喋りに行くんだもん。その、同じグループの人たちと。飛んでる途中のシートベルトのアナウンスの時は、CA さんもこうやって来たんだけど、一回注意されても、なんか、その CA さんとワー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 喋って、で一旦戻って、で CA さんいなくなったら、また立つんだよね。子供か、みたいな。<laughs> 子供でもそんなしないよねっていうのを、もう、大の大人がやってました。で、まぁ、あ、こんな感じで、まあ7個、6個ぐらいな問題が、1回のフライトで起きました。で、もちろん、自分は、 ルーマニア大好きですし、もう2回も行ってますし、LCC も乗りまくってますが、こんなに1回のフライトで、わーって起きたのは、ロンドンのルートンク合発、ルーマニア、ブカラス行き。これが初めて。これが初めて。だからまあ、たまたま、すごいアグレッシブというか、日本的に言ったらドキュンなお客さんが多かったのかもしれないし、まあ、たまたまだったかもしれないけど、ルーマニア行きの飛行機の中がめちゃくちゃやばかった。 っていう話です。で、決してこれはね、そのディスってるわけではなく、ディスってるわけではなく、めちゃくちゃルーマニア大好きですよ。し、ルーマニア人めっちゃいい人めちゃくちゃいますし、ディスってるわけではなく、あくまでも、機内で起きた事実の、事実の話をお伝えしているだけです。はい。っていう感じで、たまに機内でとんでもないことは起きますが、もしなんか過去にね、こんなことありましたとか、これやばかったみたいなことあったら、ぜひコメントとかで教えてください。こんな感じかな。もしね、この動画いいと思ったら、いいねを。 いただければ幸いです。では、また。お会いしましょう。バイバイ